前回までのあらすじ。カオスシード開発室の部屋神様、柏木様によって、終身雇用契約書を無理やり書かされてしまった銅線たち。直接取り戻そうと、ネバーランドカンパニーまではるばるやってきたのだが。 ついてしまった。ネバーランドカンパニーのある東京山崎ビル。元はこのビル、お古屋さんだったそうな。こうなったら直接乗り込んで契約書を奪ってやれ。頼もうーかじまぎまー出てこー はしごすなー <laughs> は見つけたぞ、柏木マン契約書よこせよこさないとこの下に穴掘るぞ誰が柏木マンだ子供みたいにピンポンピンポン連打しよってネバーランドは今カオスシードの開発の追い込みでみんなナーバースになってんだようるさくしたら殺されるぞじゃああの契約書くれよ、帰るから。おれ ネバーランド開発室突撃レポートやってくれたら返してやってもいいぞ。お前らも営業せい。あドキドキ、ワクワク。なんだそのつまらなそうな企画は失礼だ今が一番ゲーム会社らしいんだあわ嫌だ五分後。突撃ネバーランド開発室ラブラブレポートラ、ラブラブって何 なぜふっふっふ。<laughs> <laughs> さあ、まず一階の会議室から行ってみましょう。こんにちはじゃ <laughs> あ、カートカートおい、他で寝てくれ、他で。はいー。どこがナーバスなんだよ、穴掘るぞ次に行きましょう。 クの皆さん、こんにちわー一応ここはカオス以外の企画もやってるマルヒの部屋なんでカメラは勘弁してくださいねあら、残念僕の企画なら見てもいいよなにこれ、チャネリングシミュレーション大警告 他には、鈴虫育成ゲームなんかも、ここで企画してるんだけどね。太陽の。<laughs> <laughs> ちなみにここが私、私柏木様の机。以上、企画室からでした。しくしく、せっかく掃除したのに。あれなんか聞こえるぞ。真っ赤だな真っ。 真っ赤だなぁ。私の服も真っ赤だなぁ。な、何その歌。私のテーマこう聞こえるんですよね。真相はゲームをお楽しみに皆さん、お待たせしました。ついに本日の目玉、開発室です。ごくり、早速中を覗いてみましょう。 これはまさにカオスって感じですね。ふんふんふん。そうだろうそうだろう。締め切り前の開発室とはこういうものなのだって、ちょっと待てよ。締め切りって確か発売日伸びた。ぎくッはあれなったスケジュールじゃないのかわぁ、これは取るな。寿命は縮むぞ。 あいほらもう出た出た今この時期にお前らみたいなのにちょろちょろされたらたまらんからのえー、もう終わりどうせんさまこれ僕ですよもっと大きく映してくださいこら仕事の邪魔すんなやれやれ次は斜めからでその次はもっとアップであ 色のデータ飛んじゃったえっウソえよくも開発の邪魔してくれたな発売が伸びたのもお前のせいじゃんあぎゃでもこれゲームショ用のマムウォンイラストだから開発とは関係ないよなうんまっいっか 皆さんカオスシードよろしくねあ色のデータあった。